岸上勝彦は、日本の実業家。朝日飲料代表取締役社長、カルピス代表取締役社長を経て、朝日飲料取締役会長、朝日グループホールディングス顧問。京都府京都市生まれ、東京都北多摩郡出身。会場高等学校を経て、1976年、立教大学経済学部経済学科卒業、カルピス食品工業入社。 営業を経て、1991年からカルピスウォーターのブランドマネージャーを務めた。コンビニの普及による人々のライフスタイルの変化により、希釈タイプのカルピスの売り上げが低迷する中、ストレートタイプのカルピスウォーターを大ヒットさせて業績を回復させた。1999年東京支店次長、2003年ストレート飲料事業部長、 2005年執行役員に昇格。2008年常務執行役員。2013年朝日飲料常務取締役カルピス営業本部長。2014年朝日飲料専務取締役。2015年から朝日飲料代表取締役社長とカルピス代表取締役社長を兼務し、朝日グループとカルピスの連携を進めた。 2019年カルピス代表取締役社長を退任。その後、2020年3月23日付で、アサヒ飲料代表取締役社長を退任し、同社の取締役会長に就任した。2021年3月18日、アサヒグループホールディングスコモン。ありがとうございます。